楽しみなゲームです。待ち望まれていたカードがいよいよキックオフ。もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。ゲームの解説は福西崇史さんです。グループステージのこの一戦、松本山雅が清水エスパルスと戦います。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。試合が開始されます。福西さん、今日のアウェーチームについて教えてください。はい、ディフェンスに徹する傾向のあるチームですね。バイタルエリアで相手にスペースを与えないことを優先していますので、どこまで固いディフェンスを見せるのかが注目でしょう。狙える位置です。バーにクロスが入った。ボールはバーを越えてゴールキック。ちょっとずれてしまいましたね。ボールはバーの上です。これは決めたかったですね。うまく合わせましたが枠に行きませんでしたね。ボールは相手に渡りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。金子外れていきました。ゴールなりません。ボールは相手に渡ります。相手が触ったボールはスローインになります。何かしてきそうですが、前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。別の角度からご覧ください。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。鎌田健吾、ドリブルで運びます。
ディフェンスがサイドによってこれに対応します。このボールは外に出てスローインでの再開となります。小塚和樹、パスをサイドに送ります。このパスは読んでいました。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。ヘナトアウグスト、タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。仕掛けてくるのか、チャンスだ。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。大野和成、山本康介、ボールをサイドへ振りました。いいパスをサイドへ出しましたが、結局相手ボールです。金子翔太、これは見事なパスカットです。前に運んでいます。シュートだ。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ボールを奪われました。ここは引いています。相手を誘っているのでしょうか。大井健太郎、これは見事なインターセプト。抜いた。シュートを通さない。中に入れた。いい位置です。狙える位置です。中にスペースがあります。ここでボールを失います。サイドのスペースが広く空いています。ボールは中の選手へ。ボールをクリアしました。タックルでプレーを切りました。スローインです。サイドへ展開します。攻撃に移りたい。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームは相手をリードする展開でこのままハーフタイムを迎えそうですね。はい、清水エスパルスはプラン通りに試合を運べているようです。いいところへ出した。さあどうする。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。見事なクロスで得点を演出しました。今のはボールが上がった時点で勝負ありでしたね。素晴らしい武器を持っていますね。別のアングルからご覧ください。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。小塚和樹、大井健太郎、
山本浩介、松原健、サイドから勝負に行くか。パスをこの位置で防ぎます。小塚和樹、このシュートを弾いた。中に入れた。止める、止めます。シュートだ。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。この時間はブロックを作って守っています。簡単にはボールを失し、前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。実況していてもこの選手の活躍が目立ちましたが、こう見ると素晴らしいですね。この選手のプレーがひときわ目立っていますね。チームメイトからすればこういう選手がいると勇気づけられると同時に、自分も頑張らなきゃって気になりますよね。さあ後半開始です。サイドへパスを出します。ゴールに向かっています。シュートだ。前方に運びました。サイドから中央を見る。宮を狙った。まだボールは生きています。山本浩介、ここで抜けたのは大きい。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターは失敗に終わります。攻守の切り替えが大事です。
何をしてくるのか。さあ打った、リーチの限界で食い止めた、ダイビングセーブです。コーナーからエリア内へ、安定したボールさばきです。このミスは痛い、相手にパスを出しました。うまく読んでいましたね。体を張ってボールをキープしています。タックルが決まりましたが、スローインです。交代選手がピッチの脇に待機しています。金子翔太、中に入れたい、チャンスにできるか、見事なセーブ、ピンチを救います。ここから狙うのか、 PK か、あ、ボールに行ったか、どうだ。うまいパス回しです。まずは1点を返せるか。ドリブルで持ち込んでいます。しっかり見えています。これはスルーパスか。鮮やかなタックル、これは見事なパスカットです。金子翔太、何かしてきそうですが、ここからどうするのか、狙える位置です。ゴールを抑え込みます。これは見事なインターセプト、いいところに通った、奪った、絶好のタイミングで前に出ていきました。非常にいい仕事してますね。スローインでのリスタートとなります。ここで下がりますが、今日の出来は非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。サイドにスペースがあります。中へ切り込んできた、キーパーがボールをキャッチしました。金子翔太、笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。スローインです。今のはパスミスでしょうか。金子翔太、
ボールを前に運んでいく。何を狙うのか、何をしてくるのか。いい位置です。仕掛けてくるのか。さあどうする。宮野選手を狙った。クロスは通りません。チャンスを潰しました。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。チャンスにできるか。ありそうだ。キーパーの元へ弱いシュートが行きました。これは痛い。相手のチャンスになりそうです。試合終了の笛が鳴り響きます。グループステージのこの一戦はアウェーチームの勝利に終わりました。見事なパフォーマンスを見せてくれましたね。こういった接戦を制したことはチームにとって財産になったと思います。この調子を維持していきたいですね。今日は素晴らしい活躍でしたね。2得点と勝利に貢献しましたね。最近の好調ぶりを見せつけました。お時間をいただきありがとうございます。いくつか質問をさせてください。
問は以上です。ありがとうございました。